はいそれでは第3章 ① を始めていきます早速ですが今回の学習テーマを見ていきましょう第3章から現金および預金に関する論点を学習していきます。まずは ① ということで現金についての論点を学習していきましょうそれでは講義の内容に入っていきたいと思います。 ではままず現金の範囲についいいいてて説明していきたいと思います皆さん普段の生活で現金というと紙幣や硬貨千円札や五千円札百円玉や五百円玉といったものを思い浮かべると思うんですが簿記における現金の範囲紙幣や硬貨だけではなく通貨代用証券と呼ばれるものに関しても現金として取り扱っていくことになります。 はい、なので簿記でいう現金の範囲は普段の感覚でいう現金の範囲よりも広いものなんだこれをまず頭にです、ね、入れていただければと思います。では紙幣や硬貨以外に現金として扱われるもの通貨代用証券について具体例を説明していきます。 まずはじめに出てくるものとして他人振り出し小切手と、まあ、自分以外の他の会社からですね小切手を受け取った場合その小切手と呼ばれるものについては現金と考えていくわけですねこの小切手以外にも送金小切手郵便為替証書配当金領収証こういった項目については現金を受け取ったんだと考えてください。よろしいですか これらのような通貨代用証券を受け取った場合には現金を受け取ったとして考えていきますはい。ではなぜこれら4項目のような通貨代用証券が現金として取り扱われるかそれぞれ2つ性質を有しているからですね1つ目が支払い手段として用いることができる例えば10万円の商品を売ったときにこぎって10万円を手に入れた そうすると、その小切手というのは、十万円分のお金と同じような取り扱いができるんですね。例えば、小切手を受け取った私が、他のところで十万円分の商品を購入したい場合。十万円と書かれた小切手を手渡すことによって、十万円分の支払いができるということです。また、もう一つの特徴として、すぐに換金することができるという点が挙げられます。 つまり、えー、これらの通貨代用証券というものは、えー、銀行や郵便局といった金融機関に持っていくことですぐに現金に変えてくれることができるんですね。従って通貨代用証券というのは現金みたいな有し、えー、性質をですね有しているということになります。はい、というわけで仕分けで確認していきましょう。通貨代用証券を受け取った場合には 現金を受け取った現金が増えたと考えて処理を行ってください仕分け例を確認していきます商品100円を売り上げ代金は他人振り出し小切手で受け取ったいいですかちょっと先の話、えー、先取りしちゃうんですけれども小切手は小切手でも相手の会社自分以外の他の会社が振り出した小切手です これに対して自己振り出し小切手当店が小切手を出してその小切手が巡り巡って自分に返ってくるということもあるんですけれどもそれ以外の小切手つまり自分以外の誰かが発行した小切手を受け取ったというふうに考えてください。はい、で「小切手を受け取った」とありますけれども考え方は現金を受け取ったのと同じように考えてください。仕分けです。 借り方現金100円貸し方売上100円という仕分けになりますはいでは現金の基本的な取扱いを学んだところで現金過不足について学習していきたいと思います現金というのは会社の中でも大事な資産ですから厳重に管理が行われます帳簿による記録はもちろんこの記録の内容がどうか確かめるため 金庫の中身を確認して、実際にどれだけ現金が存在しているかというのも定期的に確かめます。ところが、記録上の現金の残高と、実際に金庫の中に入っていた現金のところ現金がですね。ずれてしまうという場合があります。それを現金過不足と呼んでいて一番上ですね。帳簿につけてある現金の金額。 まあ帳簿上の金額なので帳簿残高と呼びますこれと実際にお店にある現金の金額これを実際有高と呼びますこの帳簿残高と実際有高の差額のことを現金過不足と言います記録上の現金と実際に存在する現金とでずれた場合にどのように処理をするかこの後ですね見ていきたいと思います というわけで現金に関しての帳簿残高と実際有高のズレ現金過不足について、えー、取り扱いの考え方まずですね説明していきたいと思います記録上の現金の金額と金庫の現金がズレているこの場合の処理の考え方ポイントをですね、えー、2つしておきますまず1つ目が帳簿残高を実際有高に合わせなきゃいけないんですね ズレは当然調整していかなければいけないんですけれども記録ととと現実のお金どちらに合わせていいいいかかななけければいけないかということです、はい、通常原因というのはこの記録の方ですね帳簿残高のところに誤りがあると考えられますので帳簿上の金額を実際の金庫の中の金額まあ図の例で言うと150という記録を 100円に修正していかなきゃいけないんだということになりますはい。で、記録上の現金の金額を動かすということは言い換えると仕分けを行うということなんですねじゃあ現金を増やしたり減らしたりするときに相手勘定科目がどうなるのかというのを考えていきますそれがポイント二つ目なんですけれども原因が判明するまで 現金過不足と呼ばれる、えー、ひとまずの感情を使ってですね処理していく形になります、えー、現金の記録と実際の金額確かめたところでまず現金過不足が生じたというのはわかるんですけれどもその時点で原因が判明するとは限りませんしたがってひとまずですね ズレが生じたんだよというのを示すために現金過不足勘定というものを用いて処理を行いそこから原因究明に入っていくわけですねそれでは仕分け例の方を見ていきたいと思いますはい、ということで現金過不足が見つかった時の仕分け例について確認していきます、えー、実際にある現金を数えたところ100円で 現金勘定の残高150円よりも50円不足ししていましたで原因を調査したがすぐに分からなかったという場合にどのような処理を行うか見ていきます。総勘定元帳に現金勘定があり帳簿上の金額が150円現金が150円存在していると思っていたのに金庫の中身を確認してみると100円しかなかったわけですね。 その場合どうすればいいか帳簿の150という残高を100円に修正しなけければいけませんすなわち帳簿残高150と実際あり高100円のズレ50円分を仕分けを行って調整していくんですね。現金勘定を50減らすことで実際有り高と100円実際あり高100円と合わせていくということです。 その時の時仕分けですまず貸し方から見ていきましょう帳簿上の150という現金残高を100円に修正するためには現金を50減少させる必要がありますしたがって貸し方現金50円はいでその時の相手勘定に現金過不足という勘定を使ってあげてくださいいいですか ここまでまとめますと帳簿の金額を金庫のね中の実際あり高の金額に合わせなければいけないで、その時の仕分けとして相手側の感情は現金過不足という感情を使っていくことになります、ね、現金を減らしたんですけれどもなんで現,現金が減少したのかという理由がまだわからない状態なんですね 分かるまでとりあえず現金過不足という科目で処理をしていくということになります。はい、それでは現金過不足が発見されその後原因を究明しましたと。でその原因が判明した時の処理について見ていきます。先日実際にある現金の金額が現金勘定の残高よりも不足していたが原因を調査した結果 商品の仕入れ代金50の基調漏れが判明したとつまり商品を仕入れて現金50円払った現金が減少していたのにその仕分けを忘れていたということなんですね。ではもしこの商品の仕入れの仕分けをしていたらどのような仕分けをしていたか考えていただきたいんですけれども借り方仕入れ50円貸し方現金50円ですよね。はい で今回は借り方仕入れれといいうのを忘れている状態です従って原因が判明したらその相手感情ですね仕入れ50という仕分けを行ってあげますまだ仕分けされてなかった仕分けということですねで原因が分かったならば現金過不足感情を減らしてあげてくださいつまり先ほど現金過不足が生じたときに 借り方現金過不足となってましたよねなので借り方に50現金過不足があったので原因が分かった分だけ現金過不足逆側ですね貸し方に仕分けをしてあげるということですでこの結果帳簿上の現金の金額も実際の金庫の金額と一致し かつその時のですね基調漏れの原因というのが分かったので適切に仕入れが計上されたよということになりますでここまでの話というのは現金過不足の原因が判明した時の処理なんですがどう調査しても原因が分からなかったという場合もあります、はい、ただしこちらの処理に関しては、えー、後日ですね説明していきたいと思います の手続きで決算整理と呼ばれるです、ね、手続きがございますのでその際にですねでは今回の講義内容の理解を深めるため対応する問題演習を行っておいてください。それでは第3章1を終わります。